はい、こんにちは。今日は心理学による説得力のアップっていうお話をしていきます。これはアメリカのとあるテレビショッピングの放送作家が20年ぶりに売上の記録を更新したっていうお話をもとにご紹介をしていきます。まあ、テレビショッピングといえば、見てください、この栄養素の塊、これだけがたったこの一方に詰まっているんですっていう紹介者とか、あるいはわあすごいですね、これ一口いただいてもよろしいですか、飲みやすいっていうわざとらしいアシスタントとか、それから必ず今これ一箱を買うとなんとおまけでもう一箱っていうおまけと、それからこれを飲むようになってから毎日お通じがいいんですよっていう利用者の声、それから最後に今ならこの一箱とこのおまけがついて通常4000円のところをなんと2000円半額でご提供いたします、今ならお得ですっていう紹介が最後にあるというですね、まあお決まりのパターンがありますよね。でここまでは同じなんですよ、ここまで同じと。でさあ今すぐこちらの番号にお電話をっていう風になって、ところがここから先を変更したところで、その放送作家さんが20年ぶりに売上記録を更新したというところなんですよ。じゃあ通常どんな紹介をしているかというと、今からオペレーターの数を2倍にしてお持ちしております、今すぐお電話くださいっていうのがまあ大体の流れだと思うんですよね。なんかだんだん自分がですね、おい来たぞみたいな、ね、目玉親父にごめんなさいね、そうこういうことしてるから普段しょうもない時間が増えてしまうんですよね、ごめんなさいね。はい、まあそれはいいですわ。はい、で今からオペレーターの数を2倍にしていますから、今すぐお電話をしてくださいっていう風にアナウンスをかける場合が多いんですけれども、これをなんと、オペレーターに繋がらない可能性があるかもしれませんので、その場合は繰り返しお電話してくださいっていうアナウンスに変えたんですね。つまり2倍いるからかかりやすい状態を作っていますので、たくさんの方今からかけてきてくださいねっていう風に申しをたくさんかけていると。一方はいや、たくさん電話が来るからこそもしかしたら繋がらない、オペレーターの手が回らない可能性がありますんで、かからない場合は再度かけてくださいねっていう風にこう会社側が頑張ってますよっていう方と、あの利用者、注文する人たちに不便を与えているのっていうので、まあ、それぞれの差が出てきたんですね。だから繋がるまでこう何回も何回も電話しなくちゃいけない、早く青汁が欲しいのになっていう風に思ってるのに、青汁って言っちゃった、青汁が欲しいのに全然繋がらないなっていう風に一見不便ですし面倒な気もするんですよね。ところがこれは心理学でいうところの社会的証明の原理というものがあって、これは何かっていうと、人は自分がどうしたらいいか分からない、判断どうしたらいいか分からないっていう時に周りに目を向けて、周りがああしてるなら自分もこうしようっていう行動の手本にするっていう社会的証明の原理というものがあるんですけれども、じゃあ今みたいなその何回もかけても繋がらない可能性があるので、繰り返しかけてくださいねっていうお話をした時に、果たして皆さんはオペレーターが何もせずにお茶すすって後編な待ってるかっていうと、そうじゃないですよね。今そのちょっと前に言った繋がらない時に再電話してくださいということを言われると、オペレーター自身が忙しくて、はい2箱でございますね、少々お待ちくださいませって言ってこう何回も何回もこう電話をこう応対をしているっていう、その目まぐるしく忙しくしている姿っていうのが目に浮かびますよね。はい、ということはそういうイメージが浮かぶっていうことは、皆さんの他にもたくさん注文している人が私以外にもいるんだなっていうふうに思い込むと、そうなったらみんなが欲しがってる、みんなが欲しがるほどいい青汁なんだっていうふうに思い込んですぐに注文に入るというような感じなんですよね。ですから皆さん自身が何か相手にこうしてほしいなとか、あれを買ってほしいなっていうふうに思うんだったら、説得させたいのであれば、忙しいとか時間がかかるとか、それを手に入れるまでに時間がかかる、もう一回言います、ごめんなさい、その買いたいものを売っている人が忙しいとか、あるいは手に入れるまで時間がかかるとか、入手困難なものであるとかっていう風に思わせて、その背景になんで売っている人を捕まえることができないのか、注文してから入手まで時間がかかるのか、入手がそもそも難しいのかっていうのは、実はその背景にたくさんそれを購入している人がいるからですっていう風にすると、皆さんが欲しいものを買うための説得力っていうものが上がったりします。はい、
で特にこれはその個人からではなくても大勢の人によるメリット、こういうことがあるから買ってるんだよってことをさらにプラスアルファで伝えるとより説得力もアップっていう風にしていきますので、社会的証明の原理ということで皆さん自身が、当然自分が買うんだったら自分の意思決定ですからそれは関係ないですけど、誰かに何かしてほしいとか誰かに買ってほしいとかっていうものがあれば、その難しさとか、忙しさとかそれから時間がかかるっていうことを3つのですね、説得力を持って買ってほしいとかこれを手に入れてほしいというふうに声をかけると説得力が上がっていきますよという、まあ、そんなお話でした。社会的証明の原理ぜひですね使っていただけたらというふうに思います。だからよくありますよね、モニタリングなんかでも急に横断歩道を歩いているときに自分以外全員が止まったとか、あるいはいきなり倒れたってなったら、その人は果たして止まるのかとか倒れるのかっていうみたいな実験があるじゃないですか。特に日本人っていうのは右向け右とか左に習えとかってなったらみんな右向くし左に習うしっていう、その集団の心理っていうのは働きやすい生き物になりますので、みんなが持っているものはみんな欲しい、あの私も欲しいっていう風に働きやすいでもありますんで、ぜひそこはうまく使っていただけたらと思います。悪用は厳禁ですよ、悪用は厳禁ですけどうまく使っていただけたらなという風に思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。